はい、じゃあ、今日はですね、ゆきこ先生がちょっと急遽お休みになりまして、しおせさん一人で、配信します。よろしくお願いします。ジーナ浩二さん、急に仲良くなってびっくりしました。あ、そうなんですね。わー、でもよかった、仲良くなったんだ。りくくん偉いですね。うん、8月か、8月いっぱいはですね、霊気ヒーリングの無料体験の抽選会を毎週水曜日に行っていくんですけど、ちょうど前回が7月だったんで、7月いっぱいはアニコミの無料体験抽選会だったんですね。で、それに応募していただいて、当選した方がいたので、そのお話内容をまず最初に発表して、で、その後に今日から今月はヒーリングの無料体験の抽選会を行っていく予定です。はい。今日来てくれてるかな？あ、来てくれてるな。はい。今回は、はい。ちょっと反転しちゃうけど、この子ですね。見えるかな？モカちゃん。2歳の猫ちゃんが当選した子なんですけど、で、質問内容は、弟っていうのはこの飼い主さんの人間の子ですね。人間の子。弟のことをどう思ってるっていう質問だったんですね。で、それのお話内容を発表していくんですけど、今日ゆきこ先生お休みなんですけど、ちょっと今日発表用に短く動画を作ってくれたので、ちょっとそれをね、今から流しますね。ちょっと待ってくださいね。これで聞こえるかな。はい、じゃあ今から流していきます。皆さんこんばんは、アニコミつむぎです。今日はライブの方に、出席申し訳ありません。ちょっと急遽、行けなくなってしまったので、今日私がご報告する予定だった先週当選された方の、アニコミの報告をこういったビデオレターでご報告をさせていただきたいと思いますけども、のアニコミをしたんですけども、実はライブが終わって飼い主様にいついつアニコミどうですかっていうご連絡を差し上げたところ、実はその私が指定した、お日にちがですね、このモカちゃん2歳のお誕生日ということで、僕ね、なんかご縁を感じております。モカちゃんっていうお名前なんですが、うちが飼ってたウサギの名前もモカちゃん、まあうちの子は男の子だったのでモカくんだったんですけども、同じ名前ということでね、すごくなんか深いご縁を感じております。ありがとうございます。飼い主様からのご質問の内容は、昨年誕生した飼い主さんの息子さんですね、はい、のことをどう思っているのかというご質問をいただいておりましたので、その内容について、聞いてきました。最初ですね、まあ、いつものように名前を呼んで、モカちゃんが来てくれるのを待ってたんですけども、モカちゃんね、すぐ来てくれて、やっぱり、すごくね、私お耳がすごく可愛いなと思ったので、こうね、お耳可愛いねって言うとね、すごくね、嬉しそうに、そうっていう感じで、すごく嬉しいんだけど、こうちょっとその嬉しさを半分隠してるみたいな感じの表情で、まあ、そうって、でもありがとうみたいな感じでね、可愛くご挨拶をしてくれました。で、すごくね、シュッとした、なんだろう、姿勢がいいのかな、スマートな感じで、嬉しいけどね、さっきの嬉しい気持ちをちょっと隠してるような感じで、ちょっと、おませさんというか、おすましさんというか、そんな、イメージが最初しました。お話ししていいって聞いて、まあ、今よくしてくれたので、まず最初にお誕生日おめでとうって伝えたんですね。そうすると、ママにも言われたわって、きっとね、ママいい顔してるから楽しいことなんだ、楽しい日なのねっていうふうに言ってました。なので、まあ、お誕生日っていうのがね、どういったものかよくわかってないところがあるみたいなんですけれども、ね、ママがいい顔してるからきっと楽しい日なんだねって認識してるみたいです。なので、私の方からですね、モカちゃんが生まれた日なんだよっていうふうにいつもお伝えして、ママたちに出会うための第一歩を踏み出した日だよっていうふうにしていただきました。そうすると、モカちゃんもですね、そうなのね、なんとなくわかったわっていうふうに答えてくれました。はい。で、あとですね、服を着せてるイメージを送ってきてくれて、なんかね、これ嫌いって言ってましたけれども、何か服着せたりとかしてるんですかね。はい。なんかね、それあんまり、気に召さないみたいですね。はい。で、早速、飼い主様からのご質問ですね。昨年生まれた息子さんのことについて聞いていきました。まあ、今ね、家に赤ちゃんいるので、まあ、ママと遊ぶ時間とか減ったりしてるけど、その子のことどう思ってるっていう聞いたら、どうって何みたいな感じで、私たちのとっても大切な子よって、すごく大事にしてるのがわかるから、ママさんがね、すごく大事にしてるのがわかるって言ってて、だから私も大事にしっかりと見守ってるわって言ってました。で、やっぱりね、こう、予想外の動きをしたりとかするのかな。多分びっくりすることもあるけど、もうすごく可愛いと。見守るのは自分の役目と思っているような感覚が伝わってきました。で、まあ大事にしてるんだねっていうふうに言うと、もう当たり前じゃない。
ママたちが大切にしているものは私にとっても大切なものなので、で遊ぶ時間が減ったことはどう思うっていうと、そのね息子さんもね、この子を見てると飽きないわって、面白いことが増えて楽しんでるって、だから、私が見てる時はママも休んでねって、ね、ママさんが大変な様子を見てるんだと思うんですよね。なので私が見てる時はママさんも休んでねと、あやしたりとかね、こう一緒に遊んだりっていうのは難しいかもしれないけれども、見守ることはできるから、何かあったらすぐママに知らせるから、ママもほどほどに休んでね、伝わってきました。私は楽しみが増えて満足よと、他のびっくりなところも、あるけれど、しっかりとした見守ること、弟くんを見守ることっていうのは自分の役目だというふうに感じているようです。はい、伝えたいことないって聞いたら、楽しい場所を与えてくれてありがとうと、謎の生き物って感じで面白い、楽しいって言ってました。で最後に少し聞こえてきたのは、最後に眩しいって、っていう言葉がポンと最後に入ってきたんですけども、これが何に対しての眩しいなのかちょっとよく分からなかったんですけども、お部屋の環境でしょうかね、何かこうちょっと猫ちゃんが眩しいって感じるところがあるようでした。はい、お話の内容は以上です。じゃあゆりえさんお願いします。はい、はい、ゆきこ先生のビデオレターはこんな感じなんですけど、なんかエフェクトがおかしいな、ちょっと待ってください、なんとかな、はい、どうでしょうか。がクルルさんかなっていう方が、ママさんなんですけど、ご先生のお話のご報告聞いてみてどうでしたか。あ、わかるとか、ちょっと違うかなとか、なんかありましたらコメントでシェアしてくださると嬉しいです。うん、なんかでも聞いた感じすごく見た目可愛らしい子ですけど、お姉さんタイプっぽいですね、もっかちゃん。うん、しっかりした子、弟ができたからなのかわかんないけど、なんかしっかりしたお姉さん系の子でしたね。可愛い子ですね。ね、おかくるるさん、あ、その前にホタテさんがご縁素敵。そうですね、そうそう、あのゆきこ先生家にもうさぎさんだったんですけど、もかくんっていう子がいたんですよ。なんか漢字でね、燃えるっていう字に夏のだったかな、私もお話しさせてもらったことあるんですけど、それでちょっと親近感だったみたいですね。はい、でモカクルルさん、ありがとうございます。照明は眩しいのかもです。性格は当たってると思います。あー、そうなんですね。わー、やっぱりゆきこ先生すごいね。あ、ゆきこ先生って言ってますけど、ゆきこさんはアニマルコミュニケーター、霊気ヒーラーで、アニマルコミュニケーションを教える先生でもあるので、もうなんか私はずっとゆきこ先生って言っちゃってるんですけど、はい、そうなんですね。そっかそっか、照明眩しいのか。猫ちゃんあんまりお目目よろしくないって言いますからね、ちょっと苦手なのかな、眩しいのが。なるほど、はい、なんか他にもね言ってたと思うんですけど、ちょっと照らし合わせて見ていただければ。はい、あ、モカクルルさん、普段洋服は着せてないのですが、誕生日の時に帽子をかぶせたのが嫌だったのか、エリザベスウェアかカラーが嫌だったのかもしれません。あー、なるほど、そうですね、なんかそんなに細かい区別は分かんないですからね、もう全体的に帽子も首輪も着るものも全部を含めてお洋服っていう認識だったのかもしれないので、もしかしたらそれかもしれないですね。まあ、猫ちゃんね、なんか体着るの好きって子あんまりいないですからね。そっか、それが嫌だったのかもしれないですね。着たら可愛いんだけどね。なるほどなるほど。なんかこんな感じでね、あの毎回前回当選した子のセッション内容っていうのをこんな感じでしたよとか発表して、飼い主さんに感想をいただいたりとかして、あ、そうなんだってこう話した後に抽選会を行っていくんですけど、まあ、アニコミはね先月で一旦ストップになってるので、今月は霊気ヒーリングをの無料抽選会をやっていきます。アニマルコミュニケーションは動物さんと意識でつながってお話ができますよっていうものだったんですけど、霊気ヒーリングご存知ない方もいるかな、一応説明しますね。今月からこう抽選会始まる霊気ヒーリングっていうのは、なんだろう、幽霊の霊に気持ちの気って書いて霊気って読むんですけど、もともとは日本が発祥で、薄井美香先生っていう方がやってたものなんですね。でそれが世界に
広まっていって、ハワイから広まっていって、どんどん世界に分布していって、今は逆輸入っていう形で西洋霊気っていう感じで日本に入ってきてるんですけど、まあ大まかに有名なのがその西洋霊気と日本の直伝霊気ってものなんですけど、でそれをですね使っていくものなんですね。で霊気っていうのはちょっと難しいんだけど、宇宙には絶えずこう宇宙からね癒しエネルギーが降り注いでるそうなんですね。はい。でそれを私たちこの伝授を受けたヒーラーっていうのは ここにね通す穴があるそうなんですけど、こうやって通して、で手とか目とか息とかからこうそのエネルギーを相手に流して、でその相手の動物さんでも人間さんでも植物でも物にも流せたりするんですけど、まあ、動物さんとかだったら自己免疫力とか自己治癒力をこう徐々に整えていくものですよっていうものなんですね。で目に見えないものだからやっぱりなんか怪しいなとか、本当に効くのとかよくあると思うんですよ。アニコミもそうだけど、じゃあやっぱり体験してもらうのが一番分かりやすいよねっていうことで、ゆきこ先生と相談してアニコミとこうヒーリングをね月ごとにお試し抽選会っていうのをやってるんですね。でまあヒーリングを受けたりすると、そうですね、みんなこう体がポカポカしてきましたとか、なんだかこうリラックスしてきて眠くなっちゃいましたとか、あとは、ね、熱が出てたのがいつもより早めにこうなんだろう解毒されましたっていう方もいるし、あとは鼻炎の人に私こうちょっと続けてやらせてもらった時は、受けてる時はすごくなんだろうな調子いいですって鼻出てないとかっていう方もいたし、あとはねよく言われるのはこう慢性的なコリとか痛みとかにいいですよって言われたりするんですけど、霊気発音が難しくヒーリングっていうのは日本では全然まだ認知度が低いんですけど、世界の、ね、5カ国6カ国ぐらいでは保険適用になってるぐらい認められてるものなんですね。はい、それぐらい、あ、まめちゃん、効果が期待されるものなんですけど、でそれをね今日もやっていくんですが、ちょっと今の説明で分かりますかね、ちょっとよく分からないっていう方は、はい、お教えしますのでぜひおっしゃっていただければと思います。ちょっとその間にコメント読んじゃおうかな。ジーナコージさん、我が家のリクも最初は首はつけたのですが直にいやいやして外しちゃいました。ああ、そうですよね。そうそう、うちも首はね、なんかみんなにつけてみたんですけど、可愛いから絶対どっかに脱ぎ捨ててあるし、本当に嫌みたいでうちの子もつけてないです。みんなそうなんだね。夢ママさん、私はいつもヒーリングを受けるとめっちゃ眠くなります。あ、しっかり届いてますね。体がふわふわして気持ちいいです。あー、よかった。夢ママさんはね、なんだろう、月決めでヒーリング受けてもらってるので、はい。あ、レオレオさん、あ、レオレオさんお久しぶりですね。はあ、豆ちゃん、そう、豆ちゃん、あ、豆、これですね、すいません、うちの末っ子娘豆ちゃんなんですけど、結構ファンになってくださってる方が多くてちょっと見せてます。はい、でも窓に隠れちゃったね。こんな感じでね抽選会をやっていくんですが、まずじゃあこの無料で受けれる代わりに条件っていうのがあるんですね。そちらから説明していきますね。はい、こちら、今月はですね、当選するとヒーリング1回分、まあ大体30分から40分ぐらいの遠隔での施術になるんですけど、それが無料になります。でただし条件がございまして、これね、丸1番、私たちのライブで初めてヒーリングを受ける方、これは私とゆきこ先生2人体制になってからなので、今年の4月からこのライブ始めてるので、前回前に当選してない方、初めて受ける方を優先的にしたいので、その方でお願いします。はい、で丸2番、ライブ終了後3日以内にヒーリング中のペットちゃんの動画もしくは画像を感想付きで投稿してくださる方で、これっていうのは前回のアニコミもそうでしたけど、ヒーリングもまだまだ認知度が低いので、日本にこうちょっとずつだけど広めていきたいっていうのもこの
ライブにはあるんですね、目的が。なのでそれにご協力していただける方のみでお願いしております。なのでストーリーのみはちょっと拡散力が低いっていうのもあって不可とさせていただいております。投稿でお願いしております。はい。で、丸3、その2の投稿に私たちを、私たちっていうのは私幸せさんと、あとさっき、動画でビデオレターで喋ってたゆきこ先生ですね、のアカウントを、タグ付けもしくはメンション OK っていう方でお願いします。これもたくさん拡散していただいて、より多くの人に知っていただきたいっていう目的でやってますね。はい。で、丸4番、私たちの各 SNS で内容などをシェアしても OK っていう方、もうこれも広めたいっていう目的でやらせていただくんですけど、私もゆきこ先生もインスタの他に YouTube とか TikTok とかいろいろちょこちょこやってるんですけど、そこで内容をシェアしてもいいですよっていう方でお願いしております。はい。この1番から4番の条件が OK だよっていう方は応募できますので、ぜひぜひ応募してくださいね。はい。で、応募方法はこちら、ライブ中に私からですね、今日ね、スタートですみたいな合図を送りますので、そしたらコメント欄ではなくて、そのコメント欄の右かなに、吹き出しにハテナマークがついている、質問ボックスっていう名前のマークなんですけど、そのマークのところをタップしていただいて、そちらに応募しますと、入力をして送信ボタンを押しておいてほしいんですね。で、コメント欄に書いちゃうとちょっと他のコメントと紛れてしまってわからなくなってしまうので、必ずこの質問ボックス、吹き出しにハテナマークのボタンからお願いします。はい。で、その後に順番にこう番号を振っていくので皆さんにね、でその番号を抽選アプリを使ってジャララバンっていう感じで抽選していくので、その時番号を覚えておいてくださいね。はい。で、でセッション方法はですね、このライブ中に行うものではなくて、後ほどのでおめでとうございますっていう感じでして、で必要情報っていうのをいただけます。その時にペットちゃんのお名前とか年齢性別とか、あとは気になる不調箇所とか、そういうのを教えていただいて、で日程調整をして、その日時に遠隔で個別に、ヒーリングのセッションを行わせていただきます。はい。で、その内容っていうのはまた次の水曜日の夜9時からの最初の方に発表させていただくので、よかったらまたその当たった方は見に来ていただいて、はい、していただければなと思います。はい。で担当者は私かゆきこ先生どちらかになるんですけど、その日によって変わるので、ちょっとご指名とかはできないのでご了承ください。はい。こんな感じかな。わからない方とか大丈夫かしら。とこれ説明 OK で、さっきお話し内容はやったので、じゃあもう始めちゃいますかね。このハテナマークのところで応募しますと、条件クリアの方応募しますとコメントして送信ボタンを押してくださいね。では応募スタートです。こちらからお願いします。じゃあその間にちょっとホタテさん、マメちゃん、私もヒーリングを受けて気持ちが元気になりました。もう言ってましたね。ヒーリングって体にもいいんですけど、心にも結構作用してくれるんですよね。ちょっと元気がない、ちょっとなんだろうな、なんだかよくわからないけどやる気が出ないとかストレスが溜まっているとかの、それに対してもこうリラックス効果があるので、よかったら受けてみてくださいっていう感じなんですけど、ホタテさんも定期のヒーリングを受けてくださってて、なんか徐々にね、毎日なんだろう、なんか気がめいてたのが元気にいけるようになったって言ってたので、よかったです。今日もねこの後10時からやるんですけどね。はい。一秒ダークレムリンズさん、毎回読めなくてごめんなさい。こんばんは。今月はね、霊気ヒーリングの無料体験なんですけど、もしよかったらもう応募開始してるので、ぜひぜひお願いします。はい。とちょっと待ってね、抽選のやつ準備しようかな。今日は何人かな、応募してくださってる方いますね。今のところ一人だから他に応募者がいないと
もう確定になっちゃうな。ぜひぜひ、こんな機会はね本当にめったにないの で、普通にご依頼してこうヒーリングとか受けると、まあ、下手したら万お金かかる人もいるし、その人によって値段設定って違うんですけどね、結構かかっちゃうので、うん、ぜひぜひ体験してもらいたいです。まずは無料で試してからの方が安心じゃないですかね。どんな感じかね。レオレオさん、私も幸せさんのヒーリング受けてみたいってずっと思ってるけど、体調も精神も全然悪くならないのでなかなか応募できなくて、いいことではあるんですけど、あ、全然いいんですよ。なんか別に、なんだろう、不調な部分がなくても、このヒーリングって予防のためにも受ける方いるので、なんだろうな、風邪ひきにくくなってちょっと噛んじゃってごめんなさい風邪ひきにくくなったりとか、あとは血流が良くなるので、冷え性の方とかはちょっとこう流しておくといいよとかね、あるんですけど、うん、全然いいですよ。はい、試しですから全然。どうかな、もうちょっと待ったら抽選ボロロじゃんってやろうかしら。ちょっと一回飲もうかな。うん、あとね、もしよかったら私、8月1日から定額で霊気ヒーリング受け放題、視聴し放題っていうコースを追加したんですね。そちらでよければ毎日こうやってゆるくお話ししながらヒーリング受けれるので、そちらでもいいかもしれないです。はい、もう30分だな。よし、じゃあもうやっちゃおうか。じゃあ、もう締め切りにしちゃいますね今日はね。ということで、今日はお一人様なので、あ、もう必然的に抽選しなくてももう当たりなんですけど、じゃあゆか1231さんは今日の当選者になりますありがとうございます。そうそう、こうやってね独断で当たる方もいます。はい、そしたら、今日担当するのは私幸せさんになりますので、この後ね、で、ご連絡いたしますので、その時にね、必要事項をご記入をお願いいたします。はい、で日程調整したらまたその時に連絡しますのでね、ちょっとお待ちくださいね。はい、あ、ゆかさんありがとうございます。いえ、おめでとうございます。あ、ホタテさんも、ジーナコジさんもおめでとうございますだそうです。おめでとうございます。この機会にね、ぜひどんな感じか体験してみてください。はいはい、じゃあこんな感じでね、また来週もやっていくんですけど、ちょっと最後にお知らせだけさせていただければと思います。はい、さっきも言ってたんですけど、8月1日からこの霊気ヒーリングのもっとこう手軽に受けたいっていう方に向けて、新しくコースを追加させていただきました。で、これはどんな方にいいかっていうと、もっと楽に受けたいとか、一回一回ご依頼するのがめんどくさいっていう方とか、あとはうち多頭飼いなんですよねって、一匹一匹頼むと大変だから、複数いっぺんに受けさせたいとかっていうのもできるコースになってまして、内容は月決めで5500円で、このね、専用のアカウントがあるんですけど、そのアカウントから、毎日、ほぼ毎日、まあ、大体夜9時からかな、その他8時からがいいとか10時からがいいとか、希望があればそっちも全然流しちゃうんですけど、ライブ配信、霊気ヒーリングのライブ配信をします。で、それを好きな日に受け取り放題、視聴し放題ですよっていうコースになっておりますね。はい、今のところ何人か、入会してくださってる方がいるので、全然まだまだ募集しておりますので、こんな感じで喋りながらこうやってファーってやってるのを見るだけで受け取れます。まあ、ただ個別に流せないので、ここら辺ちょっと悪そうだから長めに流そうとか、そういう細かい部分は見てあげられないんですけど、まあ、でも十分こう受け取れると思いますので、人間さんでもいいですし、猫ちゃんとか他のペットちゃんでも大丈夫なので、ぜひぜひ興味がある方は私のプロフィールから、公式 LINE がリンクが載ってるので、そちらからご応募いただければなと思います。5500円月でかかっちゃうんだけど、1日で換算すると180円ぐらいで受けれるので、ぜひお得なので入ってみてください。よろしくお願いします。ゆかさん楽しみです。皆さんありがとうございます。楽しみに待っててくださいね。はい、この後もね、入会者の方は10時からヒーリング流すんですけど、楽しみにまたいらしてください。はい、こんな感じで抽選会ライブは終わっていこうと思います。
アニコミも普通のご依頼のヒーリングも随時受け付けてますので、ぜひお問い合わせください。今日もね、見ていただいてありがとうございました。またね、バイバーイ。